皆さん知っていますか？フローリングは最初にコーティングしないと取り返しがつかなくなる可能性大。あ、パパ、また物を引きずったでしょ。こっちの引っかき傷は何なの？パー、着陸！さあ、ゴンゴンしちゃダメ！お、何やってるの？床にシミができたら取れないのよ。はあ、なんて、イライラするのも終わり。だってもうすぐ夢のマイホーム暮らしだもんね。そう、真っ白な壁にピカピカのフローリング。今度こそ絶対に傷一つつけさせないわ。そんな簡単にいくかしら。私も最初はそう思って頑張ったのよね。毎日何気なく触れているフローリング、日々の掃除やワックスではダメージを防げない。これは全て我が家に起こった悲劇よ。なんという恐怖。張り替えの見積もりを取ったらびっくりする金額が来たの。家具だって簡単に動かせないし。いやーと嘆く前にコーティングを行いましょう。フローリングを長持ちさせるにはシリコンコーティング、ガラスコーティング、フローリングを長くきれいに保つには最初が肝心。うわー、輝きが全然違う。新築の床でもこんなに違うんだ。一度のコーティングでフローリングを長期間ガード、メンテナンスが長期間不要になり、お掃除も楽々。傷にも水にも強くて滑りにくくもなるのね。これならペットや子供がやんちゃしても安心だわ。さらにコーティングはワックスよりずっと長持ち、なんと約20年もの耐久性。20年も？すごい！つまりお子様がわんぱくでも、ペットがいたずらしても、うっかりこぼしても、お掃除を簡単に、綺麗の長期延長を実現します。でもそうなるとやっぱりかなり高いのかしら。高品質で低価格をお約束。大手ケミカルメーカーとタイアップして高品質のコーティング剤を大量仕入れ、下請けを使わずコストを最小限に抑えました。またコーティングは新築購入後、住み始める前に済ませるのがスムーズです。もちろん中古物件ご購入後にも対応しております。お気軽にご相談ください。うちは一度無料サンプルを見せてもらおう。私は早速無料見積もりかな。わあ、ピカピカ。これからは家でも思いっきり遊ぼうな。毎日いろんなことがあるけれど。ただいま。おかえり。我が家のフローリングはまだまだピッカピカです。光沢のお好みに合わせて選べる2タイプ。お見積もり、お問い合わせはお気軽に。